とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、古代狩り、3周行きたいと思います。アイテムが、やっぱりね、いっぱいいっぱいになる。やっぱ今ね、イベントステージが来てるから、特になんだよね。毎回クリアしてると、アイテムがもう本当にいっぱいいっぱいになります。ということで、おー、入ってきてくれたな。パーティーで行きます。まだ入ってきてくれるかもしれないな。おっと、いきなり来た。いいね。いい感じ、いい感じ。風ひげだね。さあ、何が来てくれるか。いや、もうほんと最近はね、もう視聴者の方にもいっぱいね、いろんなものもらって、ありがたい限りを、本当にありがとうございます。いろんなものをね、もらってます。まあ、次行きましょう。一周目、おしまいでーす。さあ、見てみましょう。何が出てるかな？頼むよ。グリーンメナス、バーストボーストリングついてる。アーティファクトチャージもあるけども、これ一番右が、クールダウンショットだったら最高だったね。浮遊攻撃までついてる。これはいい。でも、いらないね。次、ウィザー。いりません。いらないね。次。全部いらない。破滅もね、もう少しなんかあればね、ゾンビ特攻とか、その辺がちょっといらないんだよな。でも、チェーンはね、今ついてたけど、あれは、高難易度には意外と向いてる気がするんだよね。一気に来なくなるんで、生存率は高くなる。いらないな。はい。次行きましょう。よし、来ましたね。下のアーマーが出てきてくれれば、大当たり。あぶね。どこいる？あ、いたいたいた。見失うな。スプラウトアーマー、俺は壊れたソーブレード。あ、外れ。また出るかな？出ないかもしんない、もう。いかんね。調子悪いな、今日も。最近調子悪いこと多いけどね。まあ、ここで出てきてくれればいい。生きたつた。いや、なんだこのエンチャント、もう全然良くないじゃん。全然、エンチャントがよろしくない。もちろんいりません。カリウドの契約。いやー、いらない。いらない。いらないなー。やっぱりいいやつってなかなか出ないんだな。あー、シルカーがある。ホークブランド。いや、まあまあまあ、ぼちぼちか。これはまあ、ぼちぼちだけど。まあ、使いません。知るか。ダメ。ダメやね。最後。全部ノーマルギー。いりません。調子悪いな。最後いきます。いやー、本当に運が悪い。本当に。なんでこんなに出ない？わからん。全く出ない。お、バブルバスター！お！めちゃくちゃいいやつだ。大当たりのバブルバスター来た。光でしょ？光が黄金スキルでついてて、で、クールダウンショット、で、ロールチャージに、一番右、虚無でもいいし、無限でもいいし、わ、これむちゃくちゃいいやつだと。半端じゃない。いいね。まあ、今、もらったやつもあるんだけども、それと変わらないぐらいいいやつだね。わ、これゲット、むちゃくちゃいい。やった。古代人は出てくれなかったけど、商人ナイス、ほんとナイス。よく出てきてくれたね。うわ、あれ虚無付きいいかもしれんね。浮遊攻撃か虚無がついたやつがちょっと欲しかったんで、これめちゃくちゃいいぞ。全然ダメ。まあまあ他はね、いいよ。一個でも、いいのが出てきてくれれば、
もうめちゃくちゃいい。で、ここは、悪くはないね。カバンビルドはいける。もともとクールダウンついてるし、雷フォーカスでしょ？で、デスバーター、マルチロール。で、いけるね。でもまあ、今、俺が持ってる装備とそう変わりはないやつなんで、いらないかな。まあ、凍結耐性はね、若干、嬉しいところではあるのよ。場所によってはね。うん。まあ、いいか。いりません。よし。いい感じだ。あ、途中でね、一人、また入ってきてくれました。ありがとうございます。出てきたやつ見てみましょう。まあ、ノーマル品だからね、いらないちゃ思うんだけども、ウィンドボー、いりませんね。で、壊れたソーブレード、もちろんいりません。で、バブルバスターだよ、バブルバスター。ちょっと比べてみよう。今装備してるのがこれ。バーストボーストリングがついて、光、アーティファクトチャージ、クールダウンショット。もう最高だね。ただ、バーストボーストリングがついてるので、変更の敵が出てきた時が、結構まずい。うん。これね、メリットにもなるし、デメリットにもなるっていうやつなんだよね。変更のやつが来たら、もうぴょんぴょんしてるだけで、やられちゃうので、うん、後ろ向いててもね。なんで、ちょっと、そうなんだよな。で、こっち側は、光がついてるでしょ？うん、近くで攻撃すると、HP を回復する。で、クールダウンショット。で、ロールチャージ。で、虚無だよね。やっぱ虚無がいいわ。うん。バブルバスター、かなりの敵に当たるんで、全員に虚無をつけることができると、カバンのダメージがぐっと上がるので、これはいい。これは、むちゃくちゃ使えるぞ。はい。ということで、最高のバブルバスター、出てきました。虚無付き、クールダウン。これは最高です。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。